初注意。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、前々回まで解説してきた田沼意次シリーズに関連するネタを思いついたそうね。ああ、田沼意次は積極財政を進めた、というイメージが強いが、彼の政治というのは、トータルで見ると緊縮財政志向だったな。なので今回は、江戸時代の積極財政について解説していこうと思う。おお、実は私、そっちも気になっていたのよね。さて、今回紹介するのはこちらの人物だぜ。荻原重秀。この人は五代将軍、綱吉の頃に活躍した勘定奉行よね。そうだぜ。霊夢は荻原重秀って何をした人物だと思う？貨幣を改鋳した人ってイメージが強いわね。お金の品位を落とす代わりに、貨幣の流通量を増大させた、というところかしら？確かに貨幣改鋳の人、というイメージが強いと思う。今回の動画では、貨幣改鋳はもちろん、それ以外の政策についても見ていきたい。お、私の知らない話も出てきそうね。それじゃ早速、解説を始めてちょうだい。さて、重秀自身の解説に入る前に、重秀がいた勘定所について少し触れるぜ。勘定所は簡潔に言うと、江戸幕府の諸役所の中でも、最も重要な中枢機関なんだ。江戸時代は慢性的な財政難に悩まされていたから、幕府財政の管理、運営をしている勘定所の役割は重要よね。それもそうなんだが、勘定所の役割はそれだけではないんだ。名前だけ聞くと財政政策のみ携わっているように聞こえるが、全国に分布する幕僚を支配していた軍隊や代官を指揮下に置いて、農政や民政にも携わったほか、交通、運輸、貿易、警察、裁判、治水、防衛など、その役割が多岐にわたることが、最も重要、だと言われるゆえんだ。え、凄まじい量の実務を担っていたのね。まあ、最初からこんなに多くのことを担っていたわけではなく、勘定所は徐々に整備されていくんだぜ。勘定所がいつ設立されたのか定かではないが、資料上の初登場が慶長10年と言われていて、幕府成立後から、そんなに間を置かず設置されたと見られる。組織ができた以上は、お金の管理をする人をつけるのは当然よね。三代将軍、家光の頃は幕僚や代官の支配、金銀水筒などの職務は老中やイルスが担っていた。が、寛永19年に、農政部門と財政経理部門が合体し、それらの諸機能が、勘定奉行の前身である勘定頭に集約されるんだ。へえ、この頃は勘定所のトップは勘定頭というのね。勘定奉行になったのはいつ頃なのかしら？それは元禄年間のことと言われているぜ。とまあ、このように幕府最初期から吉宗の時代の享保年間にかけて、徐々に勘定所が整備されていき、最も重要な役所になっていくんだぜ。田沼意次解説の時に、勘定所は他と違って実力主義だ、と言っていたけど、これだけの重要な役所なら、優秀な人物に差配してもらいたくもなるわね。さて、荻原重秀の頃の勘定所はどうだったのか。幕府財政機構を勘定所が一手に担うようになったのが、元禄2年だ。江戸城五金蔵を管理する金奉行、さらに銀座も勘定奉行の支配下に置かれたんだ。勘定所の権限も大きくなってきたところで、重秀が活躍するというわけね。ここまで勘定所整備の過程にざっと触れて、重秀活躍の下地を見てもらったが、もう一つの要因、江戸幕府の財政難についても見ていこうと思うぜ。この辺は、田沼意次シリーズでもちょっとやったわね。初期の頃はかなりの金銀を蓄えていて、家光期までは安定していたけど、明暦の大火で焼けてしまった箇所の復旧や、困窮した大名、旗本から拝借金を願われたりしていたら、財政難に陥ってしまったのよね。そして、綱吉期にも赤字になる要因があったよな。作事、すなわち寺社造営、修復などによる支出が大きかったのよね。そうなんだ。作事の費用すべてを幕府が負担したわけではない。大名たちのお手伝い不振によって賄ってはいた。が、綱吉政権期の寺社造営、修復は106例もあるとされていて、幕府が負担した費用は一部であるとはいえ、かなりの額になったんだ。松永久秀と三好三人衆との戦いで焼けてしまった東大寺大仏殿再建など、決して意義がない無駄遣いというわけではない、が。幕府財政にとって大きな負担となったのは、間違いなさそうね。さて、この頃の幕府の収支を見ていこうか。今後の財政政策を議論する際に、集められたデータがある。
元禄6年、元禄7年の幕府の財政収入は約117万両。一方で財政支出は約127万両に上った。約10万両の赤字ってとこだ。対して、その10年ほど前の財政支出は約88万両。先ほどの約127万両と比べると、3分の2強に抑えられている。10年前は財政収支で見ても、約28万両の黒字であったというぜ。やっぱり元禄期は、少し前の時代と比べて、かなり幕府の財政支出が増えていたのね。この状況の中、勘定所内部では、以前の水準に支出額を抑える緊縮財政派と、後で解説する貨幣改鋳を推す積極財政派の対立があったぜ。でも、この時期に荻原重秀が出てくるということは、貨幣改鋳の構想自体は、四代将軍、家綱の時代からすでにあったが、その時には実行に移されなかった。が、元禄期に積極財政派の意見が採用され、貨幣改鋳が進められていくことになるんだ。さて、ここから荻原重秀の政策を見ていく。前に、重秀が徴用されるまでの過程に触れていこうと思うぜ。神田御殿って一体何なの？そうだな。ちょっとは脇道にそれるが、この神田御殿の主である、綱吉についてちょっと話すぜ。綱吉はもともと将軍の長子ではなく、前将軍家綱の弟なんだ。もともと将軍になる予定ではなく、立林藩主になっていたぜ。綱吉は立林藩主として、藩政に当たったという経歴を持っているということかしら？いや、綱吉は領地のある立林には、おそらく一回しか訪れたことはない。綱吉は江戸屋敷である、神田御殿の主としての性格が強いと言えるぜ。蕎麦用人の牧野成貞や柳沢義康も、この神田御殿出身だ。綱吉はこの神田御殿家臣、いわば陪臣たちを将軍直臣にしていく。荻原重秀もこの神田御殿出身なのかしら？いや、重秀は綱吉期以前から勘定所の役人だったんだ。が、柳沢義康から先に述べた勘定頭に推挙され、活躍していくことになるんだ。勘定頭のメンバーも神田御殿出身者の数が増えていくんだが、そんな中でも重秀は重用されているんだぜ。へえ、やっぱり実力を買われている感じはするわね。ああ、重秀が神田御殿出身の柳沢義康に重用された、家綱、綱吉時代からの人間ということは、頭の片隅に留めておいてほしいぜ。わかったわ。納税改革。確かに納税も勘定所の管轄と言っていたものね。年貢は幕府最大の財源だ。もちろん勘定所が活躍する場面だぜ。さて納税改革の前に、綱吉政治の初期の頃、天下の地、について軽く触れようと思う。大きな特徴として、賞罰厳明、すなわち、賞と罰が厳格ではっきりしていたという意味だが。聞いたことがあるわね。綱吉が大名を改易しまくったって。そう。特に罰が激しかったんだな。一門や不代にも厳しく、というか、むしろ一門や不代を圧迫して、幕政の主導権を掌握した。そして、幕府領を支配する代官も厳しく統制、処罰されたんだ。この幕府領の支配体制へメスを入れる納税改革は、綱吉時代の初期から、大老、堀田正敏の主導で進められていた。堀田正敏暗殺後は、重秀ら勘定所が担っていくことになるぜ。大官が厳しく処罰されていたということは、年貢の未審とか、そういうことがあったのかしらね。ああ、そういった怠慢な大官を処分して、年貢が上がってくるようにしたかった、というのもあると思うし。父祖代々から大官を務めて、領主と農民の間に介在した、年貢請負人的な大官から、上祖官僚的な大官への切り替え、という狙いもあったと思う。大官を幕府により従順なものに変えて、幕府が直接的に農民を掌握していった、というわけね。そしてもう一つ、大名や大官が処罰されていなくなったら、その後幕府は何をしなければならないかだが。空き地ができるわね。それをどう活用していくか、決めなければならないということね。そこで、幕府による新建地と地方直しが行われていくことになるんだ。例えば越後騒動で改易された、越後高田藩、松平光長の表高は26万石だったが、改易後の新建地によって、総国高は約36万石に達した。へぇ。約10万石も増えているわね。その後、相模小田原藩主の稲葉正義を、彼の給料地である10万2000石で高台転封させた。
検地後の約36万石のうち、稲葉正義に与えた10万2千石を除き、おおよそ26万石が幕府の直轄地になっているぜ。おお、大名改易&新検地のコンボで、大幅な幕府領の増加を見込めるというわけね。嫌なコンボだけどね。また、大官に対しても厳格な検地を行い、恩田を没収している。その結果、例えば武蔵世田谷周辺の村々は、商法期の 3.3 倍の村高になった。しかもこうした検地は、元60年の地方直しに関連して、関東一円で実行されているぜ。3.3 倍。かなり気合の入った検地ね。そして一つ気になったんだけど、地方直し、って一体何なのかしら？これまで蔵米500両以上を支給してきた旗本に対して、代わりに地方、すなわち治療地を与える法令のことだぜ。そして、これと並行して大幅な旗本治療地の入れ替えが実施されている。これは何が狙いなの？ただやみくもに治療地を動かしたりしたわけじゃないだろうし。まあいろんな目的があったものと思われる。いちいち輸送してから蔵米に入れて俸禄を与えるより、治療地として与えた方が、輸送経費が削減できるだろうし。関東から中部、近畿地方に移されるものが多かったことを考えると、江戸近辺や生産性の高い地域、広大な山林や多額の運上金がある地域を、幕府領として確保する狙いがあったと思われるぜ。なるほどね。農業重視か、商業、経済重視か、みたいに二者択一的に言われていることも多いけど、重秀は両方やっていたのね。貨幣改鋳も納税改革も勘定所の業務範囲だし、よく考えたら、当然といえば当然でもあるけどね。ああ、ウェイトに違いはあれど、田沼意次シリーズでも見たように、吉宗、田沼意次や松平定信も、農業と商業のどちらか片方を無視しているわけではなく、両方とも力は入れていたしな。さて、いよいよ重秀がやった中で一番有名な政策、貨幣改鋳について解説していくぜ。待ちかねたわ。やっぱり重秀といえば貨幣改鋳のイメージが強いもの。さて、ここで元禄の貨幣改鋳政策の目的について見ていこう。まず一つは、貨幣改鋳による利益、すなわち出目を得ようとしたんだ。貨幣の品位を落とす。すなわち金銀の含有量を減らすことで、より少ない材料で貨幣を作れて、差分の金銀が幕府の利益になるというわけだ。なるほど。元禄期に幕府は赤字に転落したから、それを補填する利益の確保が必要よね。そしてもう一つ、この頃は全国で商品の流通が活発になってきており、流通通貨の需要が高まってきていた。それに反比例するように、金銀の採掘量は減ってきていた。だから貨幣の品位を落とさないと、貨幣需要の高まりに応えられなかったんだぜ。これも貨幣の品位を落とすことで、同じ量の金銀でもより多くの貨幣を発行できる、という筋書きだ。ほうほう、貨幣改鋳はそれら二つの問題を、一気に解決できるかもしれないわけね。加えて、慶長金銀がボロボロになっていて、貨幣改鋳のタイミングとしてちょうど良かった、っていうのもあるぜ。この貨幣改鋳は、元禄8年から始められていくことになる。改鋳前と改鋳後の金銀含有率の減り方はこんな感じだったぜ。なるほど。含有率の減らし方も貨幣によって違ったのね。元禄金の方が元禄銀よりも品位の落ち幅が激しいわね。この元禄金銀を作るためには、古い慶長金銀を集めて、交換しなきゃいけなかったが。質の高い貨幣をわざわざ低い貨幣に交換したがる人っているのかしら。そう。慶長銀銃貫と元禄銀銃貫は同じ価値だ。と言っても、なかなか交換がはかどらない。だから、慶長銀銃貫と元禄銀銃貫100匁目と交換、すなわち 1% のおまけ、交換増し部をつけたんだ。新旧の金銀は同じ価値だとしつつも、1% 多めに渡すことで、交換を促したというわけね。おまけをつけたとはいえ、そもそも品位をそれよりもはるかに落としているから、幕府に入る改鋳利益は多くなりそうね。だが実際は、交換増し部をつけたとはいえ、品位が劣る貨幣への交換は順調には進まず、特に品位がより下がった元禄金は嫌がられた。だから、相対的に品位の高い銀の価値が上がり、金貨安、銀貨高になったぜ。あらら、江戸時代の貨幣改鋳、積極財政も簡単じゃないのね。そこで幕府は金銀の法定比価を、金貨一両銀貨50匁目から、金貨一両銀貨60匁目に改めて、金貨高、銀貨安の方向に持っていこうとするぜ。そして、宝永7年から翌年にかけて、金銀ともにさらに品位を落とす方向で貨幣改鋳を行う。特に、銀は2年間に3回も品位を落としていったんだ。
法定非課を銀貨安にした上、貨幣の品位もそれだけ落として大丈夫なの？実は、金をこれだけ落としたのには理由があるんだ。この時代は地域によって使われているお金が違って、金は主に江戸、銀は主に関西で流通していたんだが、金使い圏では商品経済がさらに発展したため、商品取引量が増えて、金の増加量を相殺していた。が、これだけ銀を落としたことで、さすがに銀貨安になったようだぜ。江戸で流通していた金より銀の方が高かったら、幕府にとって不利でもあるし、やっぱり銀安に持っていくわよね。まだまだこれにとどまらず、銭に関してはさらに品位を落としている。宝永通宝という銭は十文銭として通用させるとしたが、従来の一文銭の3倍の重さ、すなわち三文の価値しかないという、まさに希代の悪戦だったぜ。荻原重秀は、貨幣の素材の価値とは無関係に額面価値で通用する、いわゆる名目貨幣を目指していたと聞くけど、急にここまでやって大丈夫なの？まずこの宝永通宝は、折りたく芝の木、によると、若年寄りの稲垣重富の案だとされていて、重秀は宝永通宝には反対していたとされる。さらに重秀が名目貨幣を目指した根拠としてよく引用される、国家が作る貨幣は瓦礫でもいい、という旨のフレーズは、山王外記、という、風文を集めた書物が元だ。この山王外記、は信憑性の低い話も混じっているから、必ずしも、重秀が実際に発言したとは言えないんだぜ。へえ、そうだったのね。今の話を聞く限り、重秀が名目貨幣を目指していたかはわからないし、少なくともすぐには実現できないと感じ取っていそうだわ。この宝永通宝は特に評判が悪く、綱吉が亡くなった後、すぐに撤回されたで有名な生類憐れみの霊よりも、宝永通宝の方が先に通用停止されているぜ。いくら発想が先進的でも、そもそも人々に受け入れてもらえなきゃうまくはいかないわよね。そして、この貨幣改鋳を進めた一番大きな要因は、宝永の貨幣改鋳前に立て続けに起こった災害復旧のために、多額の資金を要したことだろうな。ただでさえ自社造営にお金をかけていたところに、また急な出費が加算でしまうのね。元禄16年と宝永4年には、元禄、宝永の大地震が発生した。これはあの幕末の安政大地震より大きかったとされている。さらに宝永4年には富士山の大噴火も起こっている。それらの復旧資金を、貨幣改鋳による出目で賄おうとしたってことね。出目に加えて、諸国公約金令で幕領、大名領、旗本領からお金を集めて復興に充てたというから、かなりのお金が必要だったと思われるぜ。度重なる出費で、元禄金銀の改鋳益も使い果たしてしまって、どんどん貨幣の品位を落としていったということね。さて、今までの貨幣改鋳の話について、後半部分は六代将軍、家信の時代の話も含まれている。家信はもともと甲府藩主、徳川綱豊、であり、桜田御殿の主だったんだ。当然家信時代は、桜田御殿出身者が権勢を誇るようになる。これは不自然よね。柳沢義康ですら、綱吉が亡くなってから隠居しているし、なぜ重秀が家信時代にも残っているの？これは単刀直入に言えば、荻原重秀なしでは、幕府の財政運営ができない状態だったから、だぜ。政治責任者の老中は何をやっていたの？重秀の時期に財政を担当した老中は、大久保忠友や大久保忠益などがいるが、いずれにしてもあんまり幕府財政に関与した形跡がない。さっき話した、災害などで出費がかさむことに対して、重秀が老中たちにどう対応するか問いかけたところ、老中、大久保忠益はただただ仰天し、幕府財政がそんなに逼迫しているとは知らなかった、重秀の言う通りにするしかない、と述べているぜ。これはひどい。重秀は、柳沢義康や若年寄り、稲垣重富らと協力したり、家信や真鍋明房らに徴用されながら、ほぼほぼ一人で幕府財政を切り盛りしていた、と言ってよさそうだ。重秀に任せっきりじゃないの。重秀が活躍できたのは、他に財政に明るい人がいなかった、というのも要因としてありそうね。だが、当然敵がいないわけではない。聖徳年間には、この男が重秀の前に立ちはだかったぜ。出たわね、荒井白石。荒井白石は桜田御殿出身で、家信の次公を務めている。家信の将軍就任に伴い、新たに幕臣に取り立てられたぜ。そして、皆さんご存知の通り、白石は重秀の貨幣を否定して、再び貨幣の品位を上げることになる。荒井白石は重秀のどの辺が気に入らなかったのかしら？やっぱり貨幣改鋳で品位を下げたことかしら？ああ、
それに加えて、作事工事の際に幕府役人が業者から受け取る賄賂の横行により、政治が乱れていることが我慢できなかったんだろうな。将軍家信や真鍋秋房が、重秀の財政手腕は高く買っていたのに対して、白石は重秀の罷免を目指して動くことになる。家信に対して、何度か重秀罷免の意見書を提出するが、家信や真鍋秋房に拒絶されてしまう。そりゃ、幕府の財政運営は、かなり重秀の力量に依存しているし、家信や秋房は、重秀を辞めさせたいとは思わないわよ。これではダメだと思った白石は、聖徳2年9月10日。再び意見書を提出する。これは文字数にして9200文字を超える力作で、重秀だけでなく、重秀を重く用いる真鍋秋房や将軍家信すら批判しているぜ。何が何でも重秀を許せなかったのね。そして重秀を罷免するか、あるいは自分を罷免するか、家信に対して二者択一を迫る。家信は弾劾状のあまりの激しさに驚き、翌9月11日に重秀を罷免したというぜ。白石の頑固なところがめちゃくちゃ出ちゃってるわ。立場も政策の考え方も違っていて、まさに水と油って感じだったわね。荻原重秀が勘定奉行として、農政等の分野も含めて優秀というのは、家綱紀から家の武器に渡って重用されたことから見ても、そう言えると思う。が、田沼意次らと同様、評価の上下が激しく、なかなか実態がつかみにくい人物だな。まあこういうのは、いろいろと解きほぐして、一つ一つ見ていくしかないのかもしれないわね。ああ、特に貨幣改鋳に関しては、いろいろと議論がされているように思う。ぶっちゃけウプ主は経済に詳しいわけではないから、どう評価していいか迷っていたぜ。まあ、どういう論点があるかを紹介していくことはできるはずだし、無理に評価する必要はないんじゃないかしら。うん、確かにそうだな。貨幣改鋳はよく言えば、通貨需要の高まりに応えて流通量を増やしたということもできるし、悪く言えば、幕府財政の危機に際し、出目を得るため内での小槌のように改鋳を頻発してしまった、とも言えるぜ。どっちも間違っているというわけではなさそうね。貨幣改鋳は、貨幣需要増大と幕府財政難の二つを一気に解決できる妙案ではあるわよね。ただ、バランス感覚を変えたり、財源を出目に依存しきったりしてしまうと、たちまちインフレを招いてしまいそうな感じもするわね。そしてこの貨幣改鋳の結果についてだが、激しい物価投機を招いたという見方と、物価の上昇はそれほどでもなかったという見方があるぜ。従来は激しい物価投機を招いたとされていたが、この時代の主な商品である米の値段を見ていくと、元禄金銀を改鋳してからの名目米価上昇が11年間で 33%、すなわち年 3% に過ぎず、物価投機とは言えないという指摘があった。それに対して、この貨幣改鋳による物価上昇率は、江戸時代としてはかなりの高率である。評価しているのが元禄金銀のみであり、より品位の低い宝永金銀については考慮できていない、といった指摘がある。なるほど。重秀罷免後に聖徳金銀に切り替わってしまうから、結果が出なかった宝永金銀についての評価というのは難しそうね。そして、この聖徳金銀への切り替えで、慶長金銀の水準にまで品位を高く戻した、新井白石の政策についても少し紹介しようと思う。この二人は評価が反比例していて、切っても切れないものね。金銀の量は変わらないのに、貨幣の品位を上げる、すなわち金銀の含有量を増やそうと思えば、当然、貨幣流通量が減ることになる。聖徳金銀への切り替えは、デフレを招いてしまったぜ。貨幣の需要が高まっているところで、流通量を減らせばそうなるわよ。でも、白石がこれに対して何も考えていなかったかというと、そういうわけでもないんだ。七代将軍、家継への権威の中で、現物の金銀が不足している間は、打艦紙幣の発行で補おうと構想しているんだぜ。発行した紙幣は、将来的に良質な金貨に交換できますよってことね。初版で藩札の発行とかもされていたから、それを幕府でもしようとしたわけだな。なるほどね。打艦紙幣の構想は実現しなかったけど、白石は貨幣の需要が高まってきていることは理解していたのね。結果、享保期までのデフレを招くきっかけになったとはいえ、経済を度外視してまで貨幣の品位を守るつもりだった、というわけではないと。白石も重秀と同じく、評価の上下が激しいから、慎重に見ていく必要があると感じるぜ。確かにね。荻原重秀は、貨幣の品位を落として国家の信用を失墜させた大悪人、でも、ただ一人だけ経済を完璧に理解していたスーパーヒーロー、でもなく、
初めて貨幣改鋳に舵を切って、新たなチャレンジをした人物、だと個人的には思っているぜ。新たなチャレンジ感は確かにあったわ。全部うまくいったというよりも、まだ試行錯誤の途中という感じはしたもの。金の品位を銀よりも落としちゃって、銀高金安を招いて、幕府に不利なレートにしちゃったところとかね。あるいは、繰り返しになるが、普通に勘定奉行として優秀とも思う。重秀以前にも、すでに家綱から貨幣改鋳の構想はあったり、信用できる政府が発行する貨幣なら、瓦礫でもいい、という名言も信憑性が怪しかったり、重秀だけが得意な考え方をしていたというよりは、納税なども含めて、多岐にわたる勘定所の役割をこなせる人物、って感じがしたわ。さて、長丁場お疲れ様ね。荻原重秀については、長崎改革の話や佐渡奉行としての業績もあるんだが、今回は尺の都合上触れられない。また貨幣改鋳も厳密に解説すると、もっと数字をいっぱい出さないといけないが、今回はわかりやすさ重視で解説させてもらった。もっと詳しく知りたいという方は、参考文献にある本をぜひ読んでもらいたいぜ。わかりやすさ重視と言いながら、ちょっと難しい動画になっちゃった気もするけどね。さて、次回の解説はどんなことをやっていくの？この後の聖徳年間から、文化年間くらいまで、緊縮財政傾向の政治が行われた後、また積極財政傾向に舵を切っていくことになる。大胆に100年ほど時間を飛ばして、その次の積極財政政策を見ていきたいと思うぜ。緊縮財政の時代については、田沼意次を中心に、吉宗と松平定信についてもちょっとだけ触れている、田沼意次シリーズを見てみてね。ではでは、今回はこれでおしまいにします。